こんにちは。今回はですね、モノマネがなぜ今受けないのかというお話をしようと思います。えー、今ね、ここ5年10年で、モノマネのなんかお笑い芸人ってあんまり出てきてないと思うんですよ。多分ね。多分コロッケさんとかいないでしょ。で、あと、誰でしたっけクリカンとかいないでしょ栗田勘一さんとか。ああいう感じの人って今いないじゃないですか。これなんでかっていうとね、私、すごくロジカルに考えることができて、あの、まあ、私たちの昭和世代だと、 情報源って基本的にはテレビなんですよ。で、テレビだとチャンネルも限られてるし、番組も限られてますよね。ですんで、カンフー映画があったら、大体学校に行ったらみんなカンフー映画見てるんですよ。で、月曜日になったらみんなひょうきん族か、全員集合見てるんですよ。だから、そのネタをやれば受けるんですよ。みんな前提を知ってるから。ね。だから、 ものまねっていうのに考えてみると、ものまねって、ものまねされる人が有名じゃないと、まずものまねしてもしょうがないんですよね。例えば私が、あの、ヨシさんのものまねをしましたって言っても、これ受けないと思うんですよ。だって知られてないんで。ヨシさんを知ってる数十名の方は、あ、似てる似てるとかあるかもしれないですよ。じゃあね、ジャッキーちゃんの話この前しましたけども、ジャッキーチェンさんって世界的に有名ですけども、ジャッキーちゃんというね、ジャッキーチェンの真似事をしてる人、本来なる有名なはずなんですけども、 テレビ番組っていうのからインターネットっていうものに視聴者の興味が移った時にそこにね乗り遅れちゃったんですよジャッキーちゃんはあのもうインターネットの方にどん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 行ってるスマホもどんどん進化しているインターネットの Wi-Fi ももうバーっと進化していってテレビを見ずにインターネットの方に来てる時にジャッキーちゃんさんはなんとねテレビの方で仕掛けてしまったんですよだからテレビでは見られているけどもすでにそのテレビから視聴者が映って っているににあんまり印象に残ななかかたのかなとでインターネットでもジャッキー・チャンさんはそこで更新があんまりされてなかったんであこの人はテレビの人でインターネットしない人なんだって感じで、まあ、諦められてたんじゃないかなと思うんですよで、えー、今ね最近いっぱい更新してますけどもせっかくのジャッキー・チャンの個性があるのにそれを使っていないねあの流行りもんに行っちゃったんですよゲーム実況っていうのは確かに流行りもんですけどもそれだけに レベルの高いいいい人しか残らなっっていう、こうこた現実はありますよね。だったらジャッキー・チェーンのモノマネはジャッキー・チャンさんしかできないんでそれをガリガリと押すべきだったと思うんですよねつまり8年前9年前にテレビでやってたことを今やるべきなんですよそうするとファンは増えると思いますしジャッキー・チェーンは今でも映画に出続けてますからそれをやっていくとかね過去の作品を真似るとかね未だに水賢とか見られてるわけですからファーストミッションとかねでそういったことをやっていけば いいいいんじゃないかなかと思いますけどもちょっとそっちの比重が少ないのかなっていうふうにね感じますね。で今回ね有名人の話をしていこうかと思った時にあの今って有名人ってものすごく細分化されてきて例えばビートたけしみたいな人ももうねこのの令和の時代に生まれないと思うんですよそれこそ1,000万人規模で知られているって人って。 テレビのリーチ以外には考えられないのに、もうテレビではあんまり視聴されてない、これからもっともっとテレビは選ばれないって時代になってくるときに、じゃあ YouTube って無限にチャンネルがあって、私たちが勝手に選べて、で気に入ったチャンネルって一定期間そればっかり見るようになるんですよね。そうすると、再生数とかチャンネル登録に関係なく、自分の好きな YouTuber って出てくるんですよ。そしたらその自分の好きな YouTuber のチャンネル登録が1万人以下だったら、 ねえねえこんな YouTube チャンネル知ってるって言ってもほとんどの人知ってないですよ逆にこんな YouTube チャンネルがあるよっていうふうに教えられてもえっそんなんあったの知らなかったみたいなことが起きうります多分再生回数が10万程度だとほとんど無名でしょうねチャンネル登録10万以下だったらほとんど無名でしょうねだからものすごくちっちゃいマーケットでやることになると思うんですよだからこそなんですよ濃い関係を作るために自分のジャンルで押すっていうことなんですよね 流行りもんに行ったところでそこにはもうすでに最小勾配数的なそのームーブメントがありますからそこに埋没しちゃうんですよむしろどん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 削り落としていってこれは他のやつやんないだろうみたいなことをやり続けることなんじゃないかなと思うんですよすでにそういうことやってる人がいますけどもそれでも当たらない可能性の方が高いわけですからねでもレッド王者に飛び込んだらまさにそこで焼け死んじゃいますもうねいないのと同じなんですよだから自分にしかできないようなことを発信していって そういった発信しか見たくないよって人はね、捕まえた方がいいのかなと思うんですよね。まあ、どんなことがあるかな。でも、ジャッキー・ジェンみたいな体を使う技っていうのは、本当にね、真似できる人が少ないんで、得ですよね。うん、得ですよ。うん、だから、自分の個性を生かすっていう意味で、個性の大事さっていうのがこれからますます際立っていくんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、でも吉田ささんんののね視聴者さんの まあ収入をマーケット化するっていう考え方は理にかなっていてなかなか面白いですよね。視聴者が100人いてみんなの収入がたとえ月に10万でもそこに1000万の市場が毎月生まれてると。で、年間で1億だと。そのうちの1%をもらえれば年収100万だよっていう。そんな成り立ちですよね。うん。あとはやっぱり私たちビジネスを教えてますからビジネスで稼ぐ人が視聴者で増えれば増えるほどそこに対しての課金っていうのが楽になってくる。 すねだからリピートが生まれる仕組みっていうのはリピートした人がどんどん儲かっているっていうのが基本的なルートだと思います。